奥原正明は、日本の農林官僚。農林水産省消費、安全局長、経営局長などを歴任し、2016年6月から2018年7月まで、農林水産事務次官を務めた。2019年7月から、株式会社オプティム経営諮問委員会、エグゼクティブアドバイザー、日本農業法人協会顧問。1955年8月5日、 長野県が本籍。高校は私立麻布高校に通い東京大学に進学した。1979年に東京大学法学部を卒業し農林水産省に入省。2011年経営局長に就任し農地中間管理機構の制度づくりや農協改革に取り組んだ。2016年農林水産事務次官に就任。全民の事務次官である 元川和義は奥原と同期入賞であり、同期入賞二人が共に事務次官に就任する珍しいケースである。また農水省ではこれまで林野町か水産庁の長官経験者が次官に就任することが慣例であったため、異例の人事と言われた。奥原は菅義偉官房長官とのコネクションを活かして米の減誕制度廃止や JA グループを束ねる。 JA 全中の解体といった自民党農林族が強く抵抗する改革を実施した。これらは関税や補助金などの手厚い保護によって自己改革の機会を逃し弱体化した日本の農業を改善する目的があったという。奥原の仕事ぶりについてある農水省幹部は案件ごとに方向性を示し細かいところまで指示を出したと評した。一方で 仕事ができないとみなした幹部を容赦なく追放した。部下を厳しく統率したことから、下下っポと呼ばれたほどであった。農村部の票に依存する自民党の農林族とは、県縁の中であり、特に農林族の代表格であった森山博士元農省とは仲が悪かったとされる。公認は末松博之で奥原の農政改革路線を継承した。ありがとうございます。